ちゃいいよ。はい、始まりました、しっとでございます。今回の動画はですね、現在の日付が4月1日なんですよね。で、世間一般ではその新年度とかエイプリルフールってね言われてるんですけれども、そのエイプリルフールをね利用した動画をですね撮りたいなーって思ってたんですよ。で、ちょっとね、まあ、30分ぐらい考えたら、ちょっとね、ネタ浮かんだので、今回はそちらのネタをやっていきたいと思います。で、何のネタをね、するかと言いますと、ピザ屋さんに注文するじゃないですか、電話でこうやってね。で、何円ですとか言われて、言われるんですけれども、注文し終わった後に、エイプリルフールの今の嘘ですって言ったらね、どうなるのかなと思って、今回はそちらのエイプリルフールを利用した、まあ、ドッキリなのかな、まあ、そういう感じなのをピザ屋さんにやっていきたいと思います。いや、マジで。結構殺されるか、まあ、最終的にはね、買おうかなと思ってるので、よろしくお願いします。じゃあ、早速やっていきたいと思います。頑張るぞー。はい、というわけでね、今から早速ね、ピザの注文していきたいと思います。いや、マジで怖いんですけど、かけましょう。スピーカーにしますね。あ、注文いいですか？ピザの注文お願いしてもいいですか、トロー。はい、何になさいますか？その前にお前男か？ちょっと女性店員に変えてほしいんですけど。すみません、お客様、そういうのはちょっとご遠慮ください。じゃあ、注文お願いしまんこ。はい、かしこまりました。ちょっとさっき注文した人のなんかメニューとか教えてもらっていいですか？ちょっとね、今頼むのにちょっと参考にしたいんで。はい、でしたらあ、じゃあアメリカンベーシックで。はい、かしこまりました。じゃあ今舌打ち入れませんでした？注文は以上ですか？あ、じゃあそのアメリカンベーシックの他にちょっとうな重お願いします。すみません、お客様、うな重は当然ございませんので。はい、品揃えの悪い店だな。じゃあ注文は以上で。はい、かしこまりました。お値段の方ですね、2980円でございます。店員さん、今の注文キャンセル。はい、どういうことですか？店員さん、今日は4月1日ですよ。エイプリルフールですよ。お前もしかして、お前、滋賀県の恥、ちっとかお前。あ、はい。いやー、お疲れさんでした、ピンクキッドさん。いやー、お疲れ、シット。ありがとうね。これは完璧っすね。やりましたね。やりましたね。ということで、今回はこちらのピンクキッドさんとコラボしました。下の概要欄に貼ってあるので、皆さんピンクキッドの方さんでもね、僕やってるので見てください。